つでもサポート来てください。ちょっとごめんね。ゼロにしますね。でちょっと間に入らさせてください。ちょっとだけ下がってくださいね。はい、ほなちゃん、ほなちゃん3400、もうちょっとこっちにしよう。もう3400でこの間と一緒。あ、少し減ってるか。食べる量がちょっと少ないかな。そうですね、あんまり食べないね。あんまり食べない。一回食べるのは3グラムぐらいずつちょこ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 。あとでさ、10グラム作ってほしいんだ、腸内バイオ。90？ うん、90っていうか。で、薬をちょっと。コピーできた。はい、手変わって。失礼します。3.4キロ。ちょっとトランクもらってあげて。 SS くっつけて。 SS リーザーですから。 SS 15から25。スーパーライザーはい、お腹にちょっと、はい、スーパーライザー抗戦照射療法しますね。メトニダゾルもさ、かなり幅がありますんで、一番低い量にします。そう、そんで飲めなかったら多い量にしても飲めんと思うんで。永田さん、これプラスメトニダゾル250ミリワンタブで。だから一番少ないのであと1週間分で250ミリですから。それをだから重量に分布するんですけどね。これ作ってそれであと 10g のやつ作って、あの腸内バイオムで薬ができたらさ、それに腸内バイオムにその薬を1本混ぜてあのやります。はい、ちょっとお腹下がりますね。まあでもね、私あの最初いつだってこの間来てもらったじゃないですか。うんちがね、うんちがちょっと固まったとかって言ってみましたでしょ。だから食事療法と単純な下痢、熱射剤、うん、まあ、あとちょっとタウリンとか入れたけど、が免疫力を高めるような、そんだけで固まるんだったら、まあ、それが一番いいかなという気がしてたんですけど、でも結果見ると結構、結構深刻な結果が来ちゃうんだけど、でお腹触るとまだね、お腹にガスが多い。ガスが多い。レントゲンでガスがいっぱいあったと思うけど、まだガスが多いです。だからこれは、ちょっとしたことで下痢はしやすい。だから、チューブがね、なしで食べてくれればそれが一番いいんですよ。
今日ちょっと治療やらさせてもらっていいですか、はい、点滴します。あと歯周病もあるからデンタルケアもちょっとずつ始めてる。歯ブラシ持ってらっしゃるんでしたっけ、お家に。この声のやつないですね。この声用の歯ブラシとそれから歯磨きペースともう一匹いるんですよね、はい、その子もやってないんですよ、ね、じゃ歯ブラシは2本、歯磨きは1本、2人で。それはちょっと始めませんか、はい、始める方法はやりながらちょっとお話してみますけど、絶対無理強いはしない。要は歯ブラシと歯磨きの準備したら猫が寄ってくるような感じに持ってこないと絶対続かないですから。まだこの話はしてないですよね、はい、デンタルケアの話は。しつけの基本の話はしました、はいはい、150 170ごめんなさい、170の目盛りまで落ちます。今から170です、はい、だからこっからだから100まで、うん、はい。永田さんごめん、ちょっともう一回この間のこの子のレントゲン写真出してくれる。ちょっと忘れちゃって書いてないあんまり。6月6日、お花ちゃん、それと心電図、心電図は2番のテーブルの家教えてくれる。